和食。それは日本人が育んできた食文化。この写真に隠された和食の秘密に君は気づけるだろうか。質問。この前魚屋さんで見たこの漢字、なんて読むんですか？それでこの字は食材と季節の美味しい関係を表しているっていうんですが、一体どういうことなのか教えてください。フードスタイリストのマロンです。その質問には僕が答えましょう。あの先生、逆さま。この字、ズバリ旬と読むの。旬？その食材が一番美味しい季節のこと。じゃあスイカの旬っていつかわかる？いつも夏休みに食べるから。夏？そう、畑でスイカができるのは夏。それじゃあサンマの旬はいつ？確か運動会の頃だから秋。正解。秋のサンマ、脂が乗って美味しいよね。はい、もうこれを見るだけでよだれが。そんな風に日本には季節ごとに美味しい食材がたくさんあるでしょ。だから和食では四季を楽しむ心がとても大切にされているの。和食の秘密その3、四季を楽しむ飾り付けやおもてなし。例えば食器選びも和食の重要なポイント。食器？試しにこの鯛のお刺身、いろんなお皿に盛り付けてみるね。はい、お刺身僕大好物です。ん？でもこのお皿だとなんか微妙。じゃあ同じお刺身をこの桜の花の形のお皿に盛ると？あ、美味しそう。花が咲いて春が来たって感じ。こんなガラスのお皿に盛ると涼しげで夏にぴったりでしょう。菊の花をかたどったこんなお皿ならしっとりとした秋のイメージ。厚手の陶器のお皿だと寒い冬に負けない暖かな雰囲気になるじゃない。本当にお皿が変わると全然違うんですね。それにもしいろんなお皿がなくても、こうやって季節の葉っぱをお料理に添えたり、食卓にお花を飾ったりして季節感を出すのも素敵よね。食材と季節の美味しい関係、四季を大切にしたおもてなしの心、どう？わかった？はい、和食ってただ食べ物のことだけじゃない、日本の自然と結びついた大事な文化なんですね。先生、ありがとうございました。まだまだ奥深い和食の世界、その秘密は君の今日の夕食にも隠されているかもしれない。